津島市の統計によると平成26年津島を訪れた韓国人観光客は約20万人また韓国のインターパークツアーの8月の調査ではこの夏に最も行きたい日本の観光地として沖縄に次いで津島が選ばれているプサンから出発すれば日帰り旅行も可能であり最も近い外国として近年は高い人気を誇っているそんな中 ある韓国人男性が、津島を旅行したときに、愉快に感じたことを、ブログに綴っている。その内容は、以下のようなものだ。旅行が好きで日本はもちろん、米国、シンガポール、イタリア、モルディブ、タイ、中国など、時間があれば旅をしている。津島は、韓国から最も近い外国として人気があり、自然も豊かだと聞き、出かけてみた。 韓国人が経営するホテルもあって、便利だったし、大型マーケットのバリューマートや、相戻し自然公園を楽しんだ。だが、対馬旅行で不愉快だったこともある。英語で、ノーコリアンアラウドと書いてあった。普通の食堂には書いてないが、多くのバーや居酒屋の前には、どこも、韓国人入店禁止と書かれている。非常に魅力的なバーを見つけたので、ドアに手をかけたが、 そのドアにもやはり英語と韓国語で「韓国人だけ入店禁止」という張り紙があった。いったいなぜだろう韓国人が灰皿に唾を吐いたりするからあるいは誰かが酔っ払いすぎて戻したりでもしたのだろうかそれともお金を払わず逃げたのか何の説明もなくただ「韓国人は入店禁止」とだけ書いてある。 津島の景気活性化には韓国人観光客も寄与している多くのお店は韓国人を歓迎すると言いつつ一方で羽生店禁止な店もあるこういう差別的な行為に対し特別行政的な指導があるとも思えないもちろんお店側なりに何かの事情があるのかもしれないだが韓国人全体を否定するのはいかがなものだろうか日本人の中にも マナーの悪いい人はいる。歴史から見て日本は侵略戦争を起こし韓国の女性を慰安婦にしたことがあるまた生体実験も行っただがだからといって日本人をひとまとめに問題視したり日本人全体を否定するのはおかしいと思っているしかし入店禁止にする日本人の気持ちもわからないわけではない対馬の街を歩いていると 壁に韓国語の落書きがある。対馬を訪れた韓国人が残した自分の名前だ。韓国内でも80年代には映画館の壁に自分の名前を彫る人がいたが今はそういう人は見当たらない。私は韓国人も先進国の仲間入りを果たし市民意識が高まったと思っていた。それがなぜか対馬の町の壁に名前を大きく彫っている。 韓国人入店禁止、韓国人お断りは間違っている。一方で、そういう風にしてしまった韓国人も、なぜこうなったかを考えるべきではないだろうか。そして、もしも、大韓民国の政府関係者がこのような津島の現実を知っているなら、津島の差別的な行為に対し、厳重に対応を要請してほしい。このブログに対し、韓国のネットユーザーからは、 様々なコメントが寄せられている。マナーを守ってくださいと書けばいいのに、追い出すなんて差別的。外交部は何をやっている局少数の問題ではなく、多くの韓国人が何か問題を起こしたからじゃないか今後、食堂まで入店禁止になったら壁に落書きはひどすぎる。韓国人に怒る資格はない。 韓国人観光客からお金が取れるのに入店禁止にしているには何か理由があると思われる恥ずかしいことは対馬だけではなく米国やフランスなどにも韓国人を断っているお店があること日本語ができれば理由を聞きたい一部の韓国人のせいで入店禁止にされるのはやはり気分が悪い今の間日関係を表しているみたいで悲しい